ブラックサンダー。さあ登場したのはリニューアルブラックサンダー。从日本红到台湾，国民零嘴雷神巧克力也抵挡不了通膨压力，宣布寒涨。有楽製菓はブラックサンダーを値上げすると発表しました。1994年の発売開始以来初めてです。3月20日発売分から30円だったものを35円に値上げします。近30年来首度调整、虽然只从30日元涨至35日元、但涨幅可是达到 17%。 而大厂明治更是一口气涨足上百品项。明治は市販用アイスクリームやチョコレートなどの菓子類を合わせて114品目値上げします。私もチョコレート大好きなので上がるの辛いなと思います。巧克力品牌齐涨，日本民众哀鸿遍野，尤其下个月适逢情人节，首当其冲。この原料のカカオは輸入に頼っているため、航空便から船便に切り替えたり、今年は取引先のチョコメーカーのおよそ9割が 10% 程度値上げしているということです。フランスやベルギーなどが中心でしたが、円安や輸送費の上昇で価格は高騰。世界情勢から見てもこの価格改定、値上げというのは致し方ないのかなというのは率直な気持ちです。不止巧克力变贵，在日本举凡各项零食不是纷纷跟进寒涨，就是内容量悄悄缩水，消费者想解馋也只能先垫垫荷包。三立新闻简讯会报道。